クワ。クワ、ソうは、クワかクワ族の総称。カイコの餌として古来重要な作物であり、また果樹としても利用される。落葉性の高木で、大きいものは15メートルに達するが、普段見かけるのは数メートル程度のものが多い。樹皮は灰色を帯びる。葉は薄く、艶のある黄緑色で、円には荒い巨子がある。大きい木では、 葉の形はハート型に近い楕円形だが、若い木では、葉に粗い切れ込みが入る場合がある。葉には、直径25から100マイクロメートルほどのプラントオパールが不均一に分布する。私有一種だが、同種のものがある。春に開花する。尾花は、茎の先端から棒状に垂れ下がり、芽花は枝の基部の型につく。果実は初夏に熟す。 キイチゴのような柔らかい粒が集まった形で、やや長くなる。こなすと赤黒くなり、甘くて美味しい。果実には、シノウキンモン茶ワンタケアモンビオタケモク、金キ,キンカに属するキツネのヤリタケ、スクローロオミトルーラシライアナ、キツネのワン、シボーリアシライアナが寄生することがあり、クワーキンカク病、感染して落下した果実から小実体が生える。登録品種として、ポップベリー、 ララベリーがある。日本の養蚕では、一ノ瀬という品種が普及した。この品種は、明治31年頃、山梨県西厚白郡上野村川浦、現在の道県道郡市川三里町で、一ノ瀬増吉が中駒郡越村、現在の中央市の創業業者から維持した創業、品種ネズミ返しのうちから、本来のネズミ返しとは違った、正常良好なる個体を発見し、これを、 はらないとしたものである。日本では、クワマクワのコンピは、蒼白皮とも呼ばれ、成分本質がもっぱら医薬品に指定されている。歯鼻に、集合化は、火扱い。ログワのコンピは、蒼白皮という気薬である。日本薬局方による、利尿、血圧効果、血糖効果作用、下熱、賃害などの作用があり、ごこと、 聖杯糖などの漢方法剤に使われる。また、葉を茶の代用品とする草茶が飲まれていた地域もあり、現在も市販されているほか、若くて柔らかい葉は天ぷらにして食べることもある。草葉には一デオキシノジリマイシン、一デオキシノジリマイシン DNJ が含まれていることが近年の研究で明らかになった。DNJ は、ブドウ糖の類似物質、アザトウ類の一種。 意味の糖であり、蝶々において、糖分解酵素のアルファーグルコシダーゼに結合することで、その活性を阻害する。その結果、スクロースやマルトースの分解効率が低下し、血糖値の上昇が抑制される。クワを食事とする、カイコの糞を乾燥させたもの、漢方薬である、カイコ砂も同様の効果がある。果実は、クワの実、ドドメ、マルベリーと呼ばれ、地方によっては、 草種として果実種の原料となる。その果実は甘酸っぱく、微味であり、高い抗酸化作用で知られる色素、アントシアニンはじめとするポリフェノールを多く含有する。旬は4月から5月である。キイチゴの実を細長くしたような姿で赤黒くなる。ガの幼虫が好み、その体毛が抜け落ちて付着するので食する際には柔な水洗いを行う必要がある。また、 非常食として、クワの実を乾燥させた粉末を食べたり、水にさらした成熟前の実をご飯に炊き込むことも行われてきた。なお、クワの果実は、木チゴのような粒の集まった形を表すごとしても、用いられる。発生学では、動物の初期肺に、草実肺、草類に、クワの実も、パンドリナなどの例がある。クワを栽培するクワ畑は、地図記号にもなったほど、 日本でよく見られる風景であった。養蚕業が最盛期であった昭和初期には、桑畑の面積は全国の二十歳面積の4分の1に当たる71万ヘクタールに達したゆう。しかし、現在、養蚕業が盛んだった地域では、生産者の高齢化、後継者難、キー糸産業全般の衰退の中で株を抜いて畑等に転用されたり、 放置された桑畑も多く残る。桑の木は成長が早く大きく育つが幹の中が空洞であり、若い枝は蚕の餌にするために切り続けてきたので生材できる部分が少ない。養産業が盛んだった頃は定期的に剪定等の手入れが行われていた桑畑であるが樹木としての利用は前日のように幹の中が空洞で生材できる部分が少ないゆえに、 養産以外でのこれといって有益な、あるいは利益の高い利用法がない。放置された結果として、現在森のようになっている畑も多い。しかも、こうなってしまった以上、前述のように高齢化した管理者にとっては、これを整理することを物理的にさらに難しくしている。毛虫がつきやすい樹種でもあるため、有慮すべきことである。このように養産業が衰退する中、 利用される桑畑も減少し、平成25年2万5000分の1地形図,図式において、桑畑の地図記号は廃止となった。新版地形図やウェブ地図の地林地図では、桑畑は同時に廃止された、その他の樹木畑と同様畑の地図記号で表現されている。他方、近年、桑の実が強襲を呼ぶ果物として注目を浴びてきてもいる。 ちなみに、蚕が食べるのは山桑である。桑の木質はかなり硬く磨くと深い黄色を呈して美しいので、しばしば工芸用に使われる。しかし、名木として使われる漁材は極めて少ない。特に漁材とされるのが、伊豆諸島の三倉島や三宅島で産出される島層であり、緻密な年輪と美しい木木木と粘りのあることで知られる。江戸時代から、 江戸差し物に徴用され、老人に贈るつえの素材として用いられた。国産材の中では、最高級材に属する。また、古くから、弦楽器の材料として陳調された。小倉院には、クワ製の楽びわや、玄びなが保存されており、薩摩琵琶や筑前琵琶もクワ製のものが良いとされる。三味線もクワで作られることがあり、特に小歌では、 音色が柔らかいとして愛用されたが、広い会場には向かないとされる。なお、幕末には、桑の樹皮より綿を作る製法を、江戸幕府に届け出た者がおり、1861年、文久万年には、幕府からこれを奨励する命令が出されているが、普及しなかったようである。 クの樹皮から繊維を得る取り組みは、第二次世界大戦による民主物資の欠乏が顕著となり始める1942年、昭和17年頃より、戦時体制の一環として行われるようになり、学童疎開中の者も,も含め全国各地の児童を動員してのクの皮集めが行われた。最初民主皮服のみであったクの皮繊維服の普及は、最終的に1945年。 昭和20年頃には、日本兵の軍服にまでんだが、肌触りに難があったことから終戦とともに、その利用は廃れた。現在の中国新疆ウイグル自治区にある、宝丹周辺の地域では、ウイグル人の手工業によって、現在もクワの皮を原料とした紙、クワ紙の製造が行われている。伝承では、サイリンよりも古く、2000年以上の生死歴史があると、 言われているが、すでに宋の時代、12世紀頃、和田のクワガワは、清涼の公文書等で使用されていた。新疆では、新及び民国期の近代に至るまで、紙幣や公文書、契約書等の重要書類にクワガワが広く、使用されていた。中国の元王朝では、紙幣である交渉の素材として、クワの樹皮が用いられた。中国族自治品種などでは、 養産に使うために切り落とすクワの枝を回収して、生死原料にすることが実用化されている。新たに年産20万トンの工場建設も予定されている。カイコガとその祖先とされるクワコ以外にもクワを植草と、スルガの幼虫がおり、クワエダシャク、クワのメイがアメリカシロ一人、セスジ一人などが代表的。クワクの幼虫はクワの枝に擬態し、 枝と見間違えて、土瓶をかけようとすると落ちて、割れるため、土瓶割りという俗称がある。クワシン止めたマバエもクワの木によく見られる。カミキリムシには、幼虫がクワの生木を食害する種が、極めて多く、クワカミキリ、センノカミキリ、トラフカミキリ、キボシカミキリ、ゴマダラカミキリ等が代表的である。これらのカミキリムシは、農林業害虫として、 林業主権上の研究対象となっており、実験用の個体を大量飼育するため、クワの葉や材を原料としソーセージ状に加工された人工飼料も開発されている。なお、鬼細小ミキリも幼虫がクワの材を染色する、カミキリムシであるが、接触するのが、農林業利用されない巨大な古木の腰不朽部である、ため害虫とはみなされていない。古代バビロニアにおいて、 クアの実はもともとは白い実だけとされるが、赤い実と紫の実をつけるのは、ギリシャ神話のピュラモスとティスベという比例による、この二人の赤い血が白いその実を染め、ピュラモスの血が直接かかり、赤となり、ティスベの血をクアの木が大地から吸い上げて、紫になったとされている。クアの弓、早急ともいい、男の子が生まれた時に善との役を払うため、 家の四方に向かって、桑の弓で、よもぎの矢を射た。起源は古代中華文明圏による男子の立身出世を願った通過儀礼で日本に伝わって男子の役除けの神事となった。桑の弓は桑の木で作った弓、よもぎの矢は、よもぎの葉で羽を這いだ矢。養蚕発祥の地、中国においては、桑は聖なる木だった。地理書。 三海行において十個の太陽が昇ってくる、不相という神木があったが、芸という伊手が九個を射抜き昇る太陽の数は一個に、たため、天が安らぎ、地も喜んだと書き残されている。太陽の運行に関わり、世界樹的な役目を担っていた。師匠、司教においてもクワはたびたび題材となり、クワつまみにおいて、男女のおおらかな恋が歌われた。小説、三国志演においては、 劉備の成果の盗難に大きな桑の木が枝葉を茂らせていたと描かれている。日本においても桑は霊力があるとみなされ、特に前日の薬行を備えていたことから、解雇と共に普及した。古代日本では桑は箸や杖という形で中部を防ぐとされ、鎌倉時代喫茶用蒸期においては、桑はこれまた戦役の上司ともてはやされている。雷よけの呪いとして、 広く使われた言葉であるが、最も知られている由来は桑原村の井戸に雷が落ち、蓋をしたところ雷がもう桑原に落ちないから逃がしてくれと約束したためという説があり、これには桑自体は関わりがない。しかし、諸説の中には宮崎県福島村で桑の上に雷が落ち、雷が怪我をしたので落ちないようになったという説、沖縄県では雷が桑の またに挟まれて消えた目雷鳴の折には、桑木のまたと唱えるようになったという説もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。